ごい漫画になる。そうそうなんです、僕たち漫画家決まりました。ヤンマガです。講談社しか勝たん。すげえ講談社ありがてえ。講談社だけ、講談社の漫画しか読んでません。僕はよろしくお願いします。講談社マジ気持ちいい、ほんとあっちいいよ、やばいよ。俺火とか吹くけん楽しみに待っとって、漫画で出てくる俺はすごいよ。祈れサンタテレサって言って腕が6本になって、で ここに穴が開いとってベロからレーズが出るけん。やべえ、ブリーチって何でしたっけ。何が出版社、出版社ブリーチはクソ、はっきりわかるね。マジで見たことない。どういう漫画だったかよな、あれ。講談社しか勝たん、本当に講談社しか勝たん。やべえわマジで、本当にそう。講談社あっちすげえ進撃の巨人パラダイス、東京リベンジャーズになりたい。生まれ変わったら俺は東京卍會になりたい。でマイキーとドラケン探しに行く。マジ講談社しか勝てんわ、あっちあっちやばいよ。そうやけん俺なんかもうなんかトゲが出る指輪とかでこうチュッてして大きくなってグレンの刃流しながら走り回る、楽しみにしとって。やばいよ、俺は漫画の中でウォールマリアになる。俺を超えてみろ、みんな俺を超えていけ。分かったが、俺がおるけん安全が守られとんねん。ドラケンの方歌舞伎町で見たよ、声かけたかった。うおあん時おったんや、声かけてくれな。ダメよ、声かけてよ。あん時めちゃくちゃいろんな人から見られて恥ずかしかったけど、まだ日本でも人気あるのかもしれんみたいな気持ちになったけど、あん時多分ドラケンの格好しとったけん見られとっただけだったのかもしれん。今となっては俺らまだ人気やでなあマルって言って確かに俺たちまだ歌舞伎町でもちらほやされるぜうわははって言っとったけど、ドラケンとマイキーやったけん見られとっただけかもしれん。悲しい。12位はジャンプ好きだぞ。いやちょっとその板挟み今やめてよ、やめてよその板挟み。いや別にねあれやけどね、まあ、ほらジャンプも講談社から出てほしい普通に。そらそうねえ社長、うん、講談社から言ってますよねジャンプ。講談社以外の会社ってあったの。ない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 よ、ないないよ別に。セーラームーンも講談社やし、プリキュアも講談社やし、ちびまる子ちゃんも講談社やし、ブリーチも講談社やし、ドラゴンボールも講談社やし、ワンピースも講談社やし、ナルトも講談社、全部講談社。講談社しかこの世に会社は一個もねえからな、分かったか。吉野家とかも講談社。そう吉野家も講談社、サイゼリアも講談社って聞いたことあるぜ。でっかいグループ。徐々にとか、うん、iPhone も講談社から出ると普通にヤバいよ。そんなんも知らんと。お前たち大人になるってこういうことやけんな、分かったか。そう講談社最強、任せろ。なんでインドネシアにいるの。インドネシアで神になろうとしてる俺たち。クソでかくなっとうよ、もう火はつき始めた。もう火はちなみにつき始めとう。今日も声かけられた。ジャカルタから車で4時間行ったお風呂で。ジャカルタから車で4時間も走ったお風呂で声かけられた。おう、レペゼンフォックスって言われて。そうだよ。結構何人か来た。結構何人か来たっすね。子供とか お姉さんとか。ちっちゃい、なんかちっちゃい子供に、写真撮ってきなさい、あんたみたいな しとって。ちっちゃい子供はめっちゃ怖がってるんですよ見たことないからこんな入れ墨のやつらでも母親が反対行きなさいって言って子供を使って写真撮ってました。めちゃくちゃ可愛かった、ちっちゃい子。やばかった、バリ笑顔。最後はでも手振ってくれたけん、あの子はいい子やもん。か大人選びを間違えとうか、二択やけん。いやバリ成功してマジやばいよ普通に。だから普通にマジでちゃんと成功しとっちゃうね。いやでもやっぱ嬉しいよね。やっぱインドネシア行き始めた頃とかやっぱ散々言われてたけどさ、やっぱなんかあいつらやっぱ世界はどうとかさ、日本もなんとかかんとかなのに世界で人気が出るわけねえみたいなことをお肉さえ取ったけど、まあやっぱ結局こうなるっちゃうね。結局こうなんよ。見てる、こんにちは、まだ言えますか。しかも最初の頃はいや宮城のせいだろ、なんとか宮城のおかげ、宮城がない今どうかなとか最初の頃は精一杯のあがきみたいなのしとったけど、もう今はもう違う、普通にレペゼンフォックスだって言われる。すごいやろ。ああいや、みやびの姉さんとも仲良くなれるのもそもそもね、俺たちのパワーみたいなねとかあるんで、いつもお世話になってます。ありがとうございます。みやびの姉さんよろしくお願いします。社長が飯をおごります。行動力はマジで正義だぞマジで。と俺たちはアジアの王になるよ、キングオブエイジア。やっぱりかっこよくない。1億人フォロワー達成できそうですか。おう、もう打ち上げした、昨日打ち上げしてきた。1億人フォロワー達成おめでとうって。何の何でも早めにやることが大事やけん。ユスハインドネシアで引き取ってくんで、あいつはインドネシアでも救えん、普通に終わり。銀太がフォイの語彙力めっちゃ褒めたぞ。マジで俺はあいつに何も勝てるところが見当たらんけどね。あいつの語彙力特殊すぎて俺勝てんよ。あいつちなみに語彙力ないわけではないけど、ね、あるからな。ただそのなんていうと、なんか人類のそうあいつあいつは先読み切ってそう、そう追いついてない。でも日本語のままであそこまで、そうあいつが使っと言語はあるんよ、あるとって。
ただちょっと日本人に早いだけね。弥生時代とかじゃなくて、その、ね、世の中がね、なんとか女性とか言う時に、ね、そうマジとかそう、ね、ね、だってまだ平安京で何々ありけり、春はあけぼのって言っとった時代、マジヤバタン丸、激ヤバチンチン丸みたいななかったじゃん。そんなん使ったらバリヤバいやつになる。語彙力ないって感じがしよう。語彙力ないと思うけど、ね、でも本当にすごいあるんだから、あいつありすぎて、あ、そう足してない、うん、やばいよ、あいつ解析できない、うん、ほんと解析できない。あいつ今日空気中の酸素のこと1個2個って呼んでたから、マジやばいんだよ。いや、あいつ今日言ってたから、うん、空気中の酸素と二酸化そう、酸素と二酸化炭素のこと1個2個で呼んでたんだから、あいつはめちゃくちゃ語彙力あるからな、なめんなよ。うちの懐がさ、最強なんだから。銀太子ちょっと解説してくれやだけ、俺らにはまだ早いとって。俺だって別に解説できない、あいつの言語全部解き明かしたら賞取れるよ。ノーベル化学賞とかノーベル物理学賞とか取れる。マジでやばいよ。いや、そう、あいつはもう見据えてるから。いや、だって実際あいつだって日本語使ってないタイとかでバリ人脈作りまくっとけど、あいつマジやばいよ。あいつマジすごい。あいつ言葉いらん国でマジ最強やけん。日本語っていう縛りから解き放たれた銀太は今マジでタイでバリクソ輝いとうけん、ね、マジすごいよ。本出してほしい、銀太語ブック。いや、誰も解説者がおらんけん解き明かせん、まだ今のところ。いや、あいつはマジで本当にノーベル賞取れると思う。ウェイで乗り切るのマジ強い。そんな言語喋るやつは漫画化できる。大丈夫、あいつの吹き出しのとこ全部記号入れるけん。そしたらあの漫画でよくあるやん、なんか未知の生物とか未知の生き物が喋っと吹き出し、なんか全部記号とかで書いてあるやろ。あれにする。普通に孤独で辛い。いや、俺らがおるやんか。んでそうやってすぐここにおって孤独とか言うわけよ。そんまい嫌味かな。嫌味なの、嫌味言ってるの。ここにいて孤独って言ってるの、やばすぎるやろ。そんなこと言い出したらもうやばいよ。俺たちが現実見てしまうけん、やめて。そうやって一人で我に帰るの。俺たちな、今一生懸命さ、みんなで話してな、ワイワイ楽しんでさ、孤独じゃないふりしとるのにさ、なんかね、一人が、あれ俺孤独じゃねえって言い出したら、みんながもしかしたら孤独かもしれんってなるやろ。やめろ、絶対言うな、ね、思っても言っていいことと悪いことがある。全員女で、最高やん、ね、じゃあ俺クリトリスチュパチュパしてやるけんな。そう、現実から目をそらせる配信なんだから、この配信は現実からいかに目をさ、みんなで上手に現実から目をそらしていこうぜ。なお前らさ、仕事がだるいとか人間関係がだるいとかさ、対人関係がどうとかいろいろあるやろ。めんどくせえや、手間の手の形してから任せろ。はい。